インノケンティウス7世は、ローマ教皇。15世紀初め、教会大分裂の時期の教皇である。アブルッツォ地方スルモーナの出身で、本名はコジモデ・ミロラーティ。ボローニャ大学で法律を学んだ後、ペルージャ大学、パドバ大学で法学教授を務め、教皇ウルバヌス6世の下で、ローマ教皇庁に入った。1387年に、ラベンナ大司教、 1389年に、ボローニャ大司教、同年に、ボニファティウス旧世から数奇教に任命された。翌1390年は、教皇特使にも、任命、北、イタリアへ派遣された。1404年のボニファティウス旧世死後のコンクラーベで、選出後、ローマで市民が不穏な動きを見せたため、ナポリオ・ラディズラーを一斉の働きかけで一旦、市民とは僕した。 ところが治安を任せたお祈るルドビーコ・ミヨラーティが、ローマ市民指導者層11人を殺害したため、1405年に、ローマ市民が反乱を起こし、教皇はビテルボに逃れる。反乱鎮圧後ローマに戻るが、1406年に、休止した。ベネディクトゥス13世との交渉は無視したためうまく、いかず、分裂収束は次の教皇グレゴリウス12世の、代に持ち越された。 A.B. シンカトリック大辞典 P563A.B. バンソン P131 スチュアート P182P184 ありがとうございます。